ック、全く通用せず CL でフルボッコにされる。チャンピオンズリーグ第2節、セルティック VS ドルトムント。セルティックひどいな、スコットランドってやっぱりこんなレベルなの？ずっとこのレベルを察し、本当スコットランドのリーグレベルが低すぎなだけなんだよな。セルティックとか見ると、セルティックのサイドバック絶望的やな。オフェンスの足も引っ張ってる、ディフェンスの強度上がると判断の遅さが露骨に出るね。1試合目のバイエルンもそうだけど、ドルトムントもエグいな。ドイツ勢のホームは大量得点ですごいな。改めて攻撃の核はユリアン・ブラントであると確信した。彼が乗るとドルトムントの攻撃は止まらなくなるのよ。香川真司の古巣であるドルトムントにはセルティックに核の違い見せつけて欲しかったが、ドイツは無慈悲すぎる。なお日本人3人衆は古橋前田が先発、渡瀬レオが途中出場となった。ベルナルドよりやっぱり渡瀬の方が怖い。色眼鏡抜きでマジで危ない。渡瀬なんでこれでスタートから出さなかったんだろう。セルティック前半と全然違いますわ。セルティック前半からこのメンツやったら結構危なかったな。旗手次元が違う。セルティックの他のメンバーは知らんけど、古橋、前田、渡瀬はこんなチームにいたままでいいのか？オファーないことないやろ。スコットランドはこの程度。